カレー味のうんこと、うんこ味のカレー、どっちがいい？僕は、うんこ味のうんこ。ワードン、こんにちは、パン。痛い、ちょっと治った。ワードン、こんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。まあ、最近よく言われてるんですけど、なんでこの服毎日毎日着てるんですかと、この服はね、GU で買ったパーカーなんだけれどもね、確かね、GU のパーカーはね、洗わなくてもよかったような気がする。多分そんな気がする。絶対そうな気がする。絶対そうだよ！毎日毎日動画出してるわけじゃないでしょ、ほんと。気ぃつけて。気ぃつけてって何？あとね、最近の動画のコメントでね、ああ、なるほどなと思ったコメントがあって、パンチパンダさんの動画って、面白いっていうよりかは、楽しいですよねって。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。面白くはないよなってなっちゃった。シフォンケーキは軽くて食べた気がしないから、多分幻。幻だから、いくら食べても平気だよね。幻。ちょっとやめて、ほんとよくわかんないよ。ちょっとよくわかんないよ。よくわかんないよ。はい、ということで皆さんにお話があるということなんですけれどもね、まあこういうね、タイトルとかこういうのって、多分 YouTuber あるあるなんだけれども、そんなに大した話じゃないのにもかかわらず、ね、皆さんにお話がありますとか、いうことでね、まあ若干ちょっと叩かれる面があるんですけれども、俺は叩かれるのかなで、まあ特にね、話はないんだけれども、まあ強いて言うんだったら、まあ毎週土曜日とか金曜日とか、そういう金曜日とか土曜日の夜に YouTube ライブやるよっていうのと、あとなんだろうな、あとね、まあ Twitter の DM 開放してるんで、まあもしよろしければね、もう適当に本当こんな感じのコラボ活動でも全然いいんで、まあ送ってくれればなと。あとちょなんかいろいろね、悩みとかあれば、ライブ配信中にまあ聞くのでっていうのと、まあ、あとそろそろチャンネル登録者1万人いきそうだなんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあでもね、そんなもんよ。基本ね、そんなもん、みんなに伝えたいことって大体そんなもんだから。だって伝えたいことを話したところで伝わったかどうかわからんもん。わからん。やっぱ人ってわからん。俺が本当に伝えたいのに、ね、例えばね、君のことが好きです、大好きです、付き合ってくださいって言っても、本当に嘘をバタバタってなるでしょう。ならないか。そんなもん。じゃあ、もしよかったらね、土曜日とかにライブとかするんで、まあ、もしよかったら見てやってくれればなと。はい、あと、ね、以上。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。